おー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 、トンちゃん、おー、久しぶりです。久しぶりです。あ、トンちゃん、久しぶりですね。久しぶりです。はい、今日はですね、トンちゃんが前からずっと韓国お刺身、韓国お刺身食べたいって食べたいって前からずっと言ったよ。今日は韓国お刺身食べに行きます。イエーイ。가자이거떡볶이거가면이쪽인가이쪽에왜적어있다어이빠이네스고소주한잔민낯난파시대로잖아오오나란대리나란대리야전부나란대리네우리세가전부나란대리또이메다이군뭐한국のお刺身は初めてなんですよ。うん、初めてです。韓国のお刺身か、あるんか、東京。あるよ。韓国の刺身、あるんか。日本の方々もそう思うかも。そうね。でも刺身というと、日本でしょ。そうだね。そうね、考えたら、そうそう日本。日本といえば刺身なんだけど、ね、韓国もかなり刺身を食べてるんですよ。韓国も海があるじゃん。そうね。そう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 。島だからね。韓国は島じゃないよ。そうだね、北朝鮮になったから島みたいになってるけど。そうだね。いやー、今日人多いよね、本当に。あ、地下なんだ。すごい。どこ？あ、ここ？ね。わ、広いね。うん、ここも人が多い。すごい。あ、괜찮습니다。ね、감사합니다。頼んだ？いや、まだ。あ、メニューお待ちします。はい、ありがとうございます。あ、すぐ出るね。メニュー。メニュー見てみるね。チキンもあるし、全部あるよ。ホモチンもあるんだ。すごい。さっき見たコース。刺身だから消臭だね。とりあえず生で。韓国の店は全部このおかゆがありますか。うん、刺身屋さんはこのおかゆがある。なんで知らないよ。島ジョグリン、島ジョグリン。韓国のお刺身屋さんは枝豆が美しいです。ありがとうございます。うわ、すごい、すごい。そうだ、これ食べて、食べて、食べて、食べて。ああ、またいっぱい出たね。これ美味しいよ。しないけど。これぐらいも嬉しい。もう気になります。あ、感謝みな。で一回飲んできたら多分刺身とあとマヨンタンだけのセットになるので。
食べてる、キジミ。これは魚。魚の。うん。セグジャン。タラ、タラジュ。イメダイ辛いの好きなんだよ。もっと入れて。美味しいよ。ダメダメとか。ダメダメだな。これ、サムジャンと青唐辛子。わさびを。もともとはこれはどんな味ですか？甘い。中に、あの、辛酸っぱい。辛酸っぱい。うん。これを、おすすめの、マスカットを、何かつけて、こやすき？宮城県が有名だよね。はい。鍋はありますか？ありますか？鍋はあるよ。肉がついてるから。スープみたいなスープつけてる。いやこれ欲しいね。これいい。で、あれ、おさみだ。スープが美味しくなる。入れるよ。あ、入れてもいいんじゃない。中風人の印象はね、韓国料理は何でも入れる。何もあるよ。全部入れて、全部入れて。あ、お酒くれ、お酒、お酒くれ早く。いや、前菜だったんですよ。前菜なの。さっきあれ前菜だったんですか。잘 먹었습니다. 부장님 세스. 네, 잘 먹었습니다. 네, 감사합니다. 네, 너무 맛있게 먹었습니다. はい、じゃあ、以上で中国語の韓国刺身、韓国刺身屋さん全部食べてみました。はい、じゃあ今日どうでしたか、イメダイ君、初めてだった。満足できた。あの、韓国の刺身はね、タレが多い、タレのヒュレが多い。美味しい、美味しかったです。そうそうそう。さあ、くんちゃん、どうでしたか？たまに、その懐かしくなる味っていうのがね、ちょっとすげえ満足しました。スープが。ここの海ではどうでしたか？お店いいっすね。なんか、あの、店員さんたちも親切で、料理の方もなかなか美味しかったし、
すごく良かったです。誰かにお勧めできる店だったんです。ダイエットして初めてすっごく嬉しい。じゃあ皆さんも韓国刺身日本でも食べれますね。食べたいんだったら、はい、見てももうお店初めて行ったんですよ。何かスポンサーじゃないです。じゃあ見てみてください。にゃー。